次の真田丸、気合と根性で打ち込まんが。俺様としちゃそれ以外のもので打ってほしいね。期待するなよ。あんたにあげられるものなんか今の武田にも俺様にもねえのさ。悪いけど帰ってくんない？出ないと俺様怒っちゃうかも。やっとあんたと同じ土俵に立った気がするわ。枯れた山だろうと降りる気はないよ。おっと、じゃあいつものあれと行きますか。んじゃ俺様は大将の援護に回るよ。気がつけば北条の旗だらけ。驚きじゃろ。これが我が気合を詰め込んだ真田法の力なり。気合だと？ならばこちらも気合で真田法を占拠せよ。削られちまったか。おお、気合と根性がやんだ。裏を持ってどちらにおいても役立つよ。あいつには息切れたもんがねえのか。うたた寝の間にもうこれじゃ。一人でも多く生きて帰るんだ。俺としましては倒しすぎだと思います。親方様にいい土産話持って帰ろうな。おう、封印か。いずれにてほふられるが望みか。雪村様の努力を無駄にするな。行くぞ。このものは武田が道場に誇る剛力よ。
ることを雷帝のごとし。そなたの命見つがれ、語り継がれ。我が気合と根性の内側から、みなすまず。さはい、この程度の不利、大将も慣れたもんでしょ。なん、戦況も真っ青、俺様の顔も真っ青。今の武田を虎の抜け皮と思われちゃ心外だね。俺様特製のろし玉パーッと上げちゃってよ。お館様、どうかあの者にたくましき顔を。武田の未来共に担うと決めたのだ。大将、なんとか勝たせてくれよ。行くぞ、指示を聞き逃すなよ。一族の弟には伝えとくさ。お疲れ様。これ以上サスケ殿に頼るわけにもいかぬ。ちょいと一気当選が多すぎるよな。早く代わりの影を見つけろよ旦那。この先一人で歩めと、そういうのか。武田が熱き魂は我が胸へと受け継がれた。託し、つなぎ、とどめ、また託すため、この雪村、武田の礎と相ならん。後悔はせぬ、ここが次の地となろうとも。虎の具合はどうじゃ。そうか、貴殿が親方様の容態を気にされるのか。あれは貝の虎、いや、幻か。この六文星は決して使わぬ。未熟とあざけるわ、この雪村のみとしてもらおう。めぐれほ、この雪村はようやく真の戦を知った。お任せくだされ。せめて病に伏せたのがこの身であれば。であろうとも確かに武田の大将だ。さま、許せ武田の者たち。
お許しを。親方様。そう。そう。それ。